こんにちは、ゆりです。ほい。それでは今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今ね、ちょっと見て、新作着ているよ。はい、ここに出しとくね。はい、新作のロゴニット、はい、大人ロゴニット、はい、12,800円、かわいいでしょ、厚地でね。で、これさ、なんか、まあ、これ、パッて説明したけど、このピンクとか黄色とかの色の入り方もかわいいし、私が着ても、165センチ身長がある私が着ても、ちょっと大きめの、ざっくりで、すごい、なんて言ったらいいのか。すごいなんて形が可愛いです。はい、これね、白と黒があったんですけど、残念ながら、黒さっきお客さんが買ってたので今白のみです。白のみ。はい、もうあとメーカーさんにも聞いた。白のみ。12,800円ね。はい、そしてもう一個、前回の新作の時にやったヘリンボーンガラスカート、こちら、在庫ありましたので取り寄せられます。お問い合わせあったのでね、これちょっと やっときますね。新色加わって白黒、黒グレー、あとベージュの3色になります。はい、白黒、黒グレー、ベージュの3色になりますので、はい、こちらですね、ちょっと見てもらって、これ9,800円ですね。これも、すごい人気なので、もし、気になった方は、ご注文ください。今日中のご注文だったら、数キープできると思うと思います。はいはい、と思います。今日18日19日だか月日が全然わからない。はい、11月19日ですね。本日中にご連絡をお待ちしております。はい。そしてみんな、タイトルにあるように、サムネタイトルにあるように、ベトナム行きます。はい。1年ぶりにベトナムハノイに買い付けに行きますので、皆さん、予約を、取りたいと思います。12月3、4、5。の3日間で行く予定なので、広島空港発よ、みんな。そうそう。で、行く予定なので、はい、ちょっと予約期間がいつになるかわからないんですけど、限定5名様です。だから、今から物を発表するけど、それぞれ限定5名様とさせてください。そう。なんでかって言ったら、今回は、こういうものを買ってきます、どうですか、じゃなくて、こういうものっていうのはね、例えば、刺繍ストールとかね、去年あったじゃない、写真出しとくけど、これを予約取りますよとかじゃなくって、これ刺繍のカシミヤストールなんですね。はいはい、去年のやつはね。だけど、もうカシミヤのオーガンストールってくくりました。だから刺繍のものもそうだし、私が去年つけてたブルーのやつね、それも写真出しとくけど、もそうだし、それを全部1個のカテゴリーとしてくくりましたので、刺繍、カシミヤのオーガンストールが買ってきてほしい人は、刺繍でも、柄物でも無地でも、全部その、5名様の中に入ってください。なんでかって言ったら時間がない、忙しい私だから見る時間の問題が多分ね、中1日ぐらいしか取れないんですよ、時間が。だからカシミヤのオーバンストールが欲しい人は、無地の人も、刺繍の人も、柄の人も全部、そこのカテゴリーに入ってもらった上で限定5名様でお願いします。はい。で、次に、ビーズバッグ。あ、これ19,800円。値段言っとくね。19,800円です。19,800円。そして、次にビーズバッグの人。はい。ビーズバッグの人もビーズバッグだけでくくりました。だから、ビーズバッグ大、中、大の人、中の人、小の人、そして、ビーズポーチの人、この人たちも全部ビーズバッグのカテゴリーに入ってください。これも限定5名様。はい。で、値段は、
どのサイズでも15,800円、15,800円です。でもショーの人とかはちょっとかわいそうだからポーチくっつけるとかはあるかも。さすがにそこら辺はちょっと、なんで5名様にしたかって言ったら、その5名様ともう密にやり取りしたいんですよね、今回は。なので5名様っていう形にさせてもらいました。だから、もう一人と、イメージとしては一人一人と、カシミヤストールだったらカシミヤストールの写真をバーって現地から送って、私これがいいです、私これがいいです、私これがいいですって言って返事をもらって、はい、この人これ、この人これ、この人これって、もうその人の好みのやつを振り分けていくイメージです。だからもう人数限定させてくださいっていう感じで、先着5名カシミヤオーバンスタールは先着5名様、ビーズバッグも先着5名様、はいはい。で最後ね、最後はパシュミナ&、シルクストールのカテゴリーを作りました。パシュミナとかシルクストールですね。こちらは値段が安いんで9,800円なので、パシュミナかシルクストールが欲しいっていう人は限定5名様。だから全部で15名様限定です。15名様限定。はい。で、被っててもいいから。はい。だから私はカシミヤストールとパシュミナに応募しますとか、ビーズバッグとカシミヤストールに応募しますでもいいので、被ってでも、人が被ってでもいいけど、基本的には全体で全部15名様限定にさせてください。はい。なぜならさっきも言ったように、日数が少ないからです。めちゃくちゃ限定されてる日数しか行けないので、はいはい、時間が取れないのでそこしか、すいませんけどそれでお願いしたいと思います。そして今回のね、渡航を決めた一番の意味は、まあ今やっぱりね、ベトナムが暑いっていうのと、あと去年のねカシミヤストールがあまりにも良かったんですよね。で、私自分でも買ってたけど売ってしまったじゃないですか。で、私が今年使うストールが全然ないんですね、冬にね、今から。だからちょっと自分のも買いたいし、なので、あ、もう行こうっていう風に今なってます。で、これはね、ちょっと ね歴史の話を、ちょっとファッションの歴史の動画くっつけとくわ。はいはい。コピー商品とリアル、スタイルコピーについての解説動画とかくっつけときますけど、なんか、買い付けで、今私ファッションスタイリスト歴30年で、バイヤー歴25年なんですけど、私が若い時だから25年前の前ですよは、フランスとかヨーロッパとか行ってました。もう人が来た、ちょっと待って、あ、もういい話をしようと思ったら人が来る。はい、コズメさんのアクセサリーが来たよ、みんな。なので木曜日にまたアクセサリーの新作もするので、お楽しみにです、楽しみにです。はい、そう、それで何だっけ、あ、そうそう、は、私が20代の後半から30代の半ばぐらいの時は、結構フランスとかイタリアとかヨーロッパにブーツとかを買い付けに行ってました。ブーツ、ワンピース、コートとかが多かったかな、を買い付けに行ってたんですけど、ブーツも、2万円台後半だから3万ぐらいで、すごいね、いい革のロングブーツとかあったんですよ、イタリアものでね。で、それはお店をね、2店舗目ぐらい開業したばっかりの時で、すごいもう安い安いって言って飛ぶように売れたんです。で、確かにもう物もめちゃくちゃ良かったからね。で、まあ、うちがもともとそんなにすごいぼったくってないっていうのもあるから、もちろんそのファストファッションとかに比べたら高いけど、にしても一応ちゃんと目で見て物を確認して、こういうのとかも全部そうですけど、いいものを選んで仕入れてるので、でもうそれはすごい飛ぶように売れたわけですよ。で、その後アメリカが1ドル70円ぐらいになった時があるでしょ。
それは15年ぐらい前だと思う。その時はアメリカ行ってデニムとか、T シャツとかはアメリカめっちゃプチプラで可愛い T シャツとか柄がね可愛いのとか売ってるんです。だからその頃はよくアメリカにロサンゼルスに行ってました。でね、そっからさどんどんさ円安が進んでさ、どんどんさ物価がさ他国との物価差がこうどんどん開いてきて、ヨーロッパも行けなくなり、アメリカも行けなくなり、その後にだから香港とか、まあ、香港とかフランスとか、イタリアとか、アメリカとかを結構混ぜながら香港行って、半年に1回フランス行ってとか、その後は、アメリカ行ってとか、まあ、で香港また行ってみたいな感じで混ぜながら行ってたんですけど、だからそれがうーんと20年前くらいから20年前ぐらいから15年ぐらい前までの感じでやってて、で他になんか近くて安くてでいい買い付けられる場所ないかなって探して、でバンコクに行くようになったんですね。でバンコクは 今でも時々行ってるんですけど、まあでもねバンコクもすごい物価は上がってるんですよ。めちゃくちゃ私が行き始めた15年ぐらい前に比べたらすごい上がってる。それはバンコクも韓国も一緒です。だからただねバンコクは物価の上昇以上に市場がガンってすごく、なんだろうな、前は安いけどすげえなんかチャチいものとか売るに値しないなっていうものとかがあったんです、はもう多かったんですけど、バンコクはそれだけ都会になってるから物価は上がってるけど、それだけその市場の広さが広くなってて、物もいろんなものが今流入してきてるから、バンコクはバンコクでまた行ってみたいなっていう可愛いものがある国ですね。で韓国は正直去年韓国結構行きましたけど、もう物価がどんどん上がってきていて、で、ちょっと、買うものを選ばないとなっていう感じになってきてる。でね、これ何が言いたいかって言ったら、ベトナムも一緒だよっていう話。だからここ2年ぐらいかな、が初めてベトナムに行ったのが2年前の多分お正月とかぐらいだと思うんですけど、に行ってなんかパシュミナとかビーズバッグとか探してきて、みんながすごい可愛い、ゆりさんこれめっちゃいいって言ってくれたから、そっからちょいちょい行くようになって、で去年はもう1回しか行ってないんですよ、ハノイね。でだからもう今年もこれで、今年はこの1回で多分もう終わりだ、まあ終わりって言ったらもう11月がね、12月の最初に行くからそれで終わりなので、次にみんなが欲しいって言っても私が行くかどうかもわからないし、物価とか世界情勢がどうなってるかもわからないので、欲しい人は今買っておいてくださいっていう話がしたい。そう、私は思いがけず、なんか自分もさそう言っといてこんな話をしといてなんですけど、私は私でなんかまあまた行けばいいかって言ってバーって去年売って、自分のがないみたいな、寒いみたいななって、でしかもやっぱりそのベトナムで買うストールと日本で、まあ、日本のメーカーさんとか行ってストールとかもちろんあるんだけど、やっぱ私いいものを見てるから、それと比べた時に日本のストールってこの値段出すんだったらなっていうものしかないんですよ正直。だからじゃあやっぱり渡航費払っても行った方がいいなっていう感じでやっぱり行こうってなりました。特にそう、広島からハノイ線ができて、ちょっと今調べてたら往復3万円で行けるんですね。往復3万円で行けるみたいな。その代わり火曜日に行って木曜日に帰ってこないといけないからすごいタイトだけど、それで行けるんだったらと思って、はい、しかもなんかね帰ってくる日の便はね朝なんですよ。朝の便しかないの、広島空港から出る便が1便しかないからね。だからさ1日目の夕方に着いてで泊まるでしょ、でその次の日の、に買い付けして、でその次の日はもう朝6時7時ぐらいの飛行機だから
もうすぐ帰らなきゃいけないから本当に丸1日しかないんですよ。だから限定15名にさせてくださいっていう感じで言った。でもなんかね、殺到したら早く打ち切るかも、私今言いながら本当にできるのかっていう自信がなくなってきた多分できると思うけど、あのアイテムが限定されてるし、まあなんでそれができるのかって言ったら、多分普通のバイヤーさんは、まあ、素人じゃないけど普通のバイヤーさんさ、経験がない人はできないと思うけど、まあ私なんせさ、一応さ30年もやってるプロじゃないですか自分で言うだし、まあもうハノイのストール買うんだったらここ、ビーズバッグ買うんだったらここっていうのとかをもうある程度目星をつけてるので、そこに行って買いますから、はいはい、ですので、大丈夫だと思います。なのでハノイって街も狭いしね。なので、さっきから繰り返しますけど、カシミヤのオーバンストールが欲しい人は無地であろうと柄であろうと5名限定19,800円で、パシュミナかシルクのストールが欲しい人は、9800円で、こちらも5名限定で、でビーズバッグは大中小、小はもうポーチセットにするわ。そう、大と中は値段変わらないからさ、原価も変わらないから、うん、15,800 円なんだけど、小だけちょっと安いから、小のビーズバッグが欲しい人は小のビーズバッグとポーチセットで15,800円、これも限定5名様にさせてください。というわけで、ということでですね、まあ ここまでみんなに言ったから、あの来年は行くかどうかわからないぞっていうことをこんだけ言ったからね時々ゆりさん、なんかあのこの間、まあもともとこれをさ行こうって決めたのは広島のお客さんでビーズバッグが欲しいって言い始めた人がいて、はい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 、だからあるうちに買っといてよって言ったじゃんみたいなあったけど、そうそう、がきっかけで行くことにした。まあ自分のソウルがなかったっていうのも大きいけどね、ことにしたので、はい、皆さん、あのこのチャンスにぜひどしどしお申し込みをお待ちしております。でこのニットとさっきのヘリンボーのスカートは、今日の11月19日中に、ご連絡ください。一応ベトナムの商品予約については、枠埋まるまでで募集させていただきますので、はい、この動画は皆さんいつ見られるのかはわからないですけれど、見られた方から順次、はいはい、お申し込みをお待ちしております。ということで、また次の動画は、木曜日だよ、はい、ということで木曜日の夕方スーパーショッピングスーパーセールでお会いしましょう。またね、バイバイ、See you.